へえ。第五地区が巡り巡ってこんな町のど真ん中に繋がってたとはな。のんきなこと言ってんなよ。死ぬ思いしてまでバラクーダのボスに直談判した挙句収穫なしなんだぞ。なのに俺だけ用事が済んじまった。いいじゃねえか、それだけで行った甲斐があったってもんだ。それに心強い仲間もできたしね。よろしくね。俺たちを売ろうとしたけどね。あ、そういうこと言うんだ。結果的には助けてあげたじゃない。だな、おかげで助かったぜ。ありがとうな、じいちゃん。どういたしまして。イツさんは素直でよろしい。トミーも見習った方がいいよ。こいつ一番おめえはお人よしすぎんだよ。ったく、経過はどうあれ彼女に助けられたのは事実だ。それに茜さんを探すには千歳の協力は必要だろう。あら、受け入れてくれるのは嬉しいですけど、私は茜さん探しが済んだら用済み。どうかな。俺はあんたみたいなたくましい人間は嫌いじゃないぜ。そういう褒められ方したのは初めてかも。分かったよ。俺も一番に銃向けた身だ。こいつにとやかく言う資格はねえさ。話がまとまったみたいで何よりね。それはそれとして俺はこいつがいけすかねえけどな。あら残念。私はトミーのこと好きよ。うるせえ。こいつはどう思う、さんくせ。きっとまだ隠してることがあるはずだ。俺の勘がそう言ってら。いい女には秘密の一つや二つはあるものよ。よろしくね、トミー。ちょっとでも怪しい行動してみろ。見張ってるからな。大丈夫、私男の人からジロジロ見られるの慣れてるから。こりゃちーちゃんの方が一枚言うあてみてえだな。うるせえ。じゃあ改めてよろしくな、ちーちゃん。よろしくな。こちらこそ。改めまして、富士宮千歳と申します。お世話になりますね。